黒島研究所、黒島研究所、黒島研究所は、沖縄県八重山郡竹富町の黒島にある特定、非営利活動法人日本ウミガメ協議会が運営する研究所。石西商工のウミガメ類や産後の研究等を行っている。1973年に財団法人海中公園センターの八重山海中公園研究所として、 西表国立公園内の海中公園区域の管理と利用のために発足した。その後、名古屋鉄道の財政支援も受けながら、約30年にわたり、活動を続けたが、2002年3月には、海中公園センターの解散に伴い閉鎖が、検討された。しかし、同年4月に特定非営利、活動法人日本海亀協議会の付属施設として、 運営が再開されている。2005年には日本国内各地のウミガメさんランチで毎年開催されている日本ウミガメ会議を主催した。入り口の向かって左側に飼料展示室、右側に生物飼育室が配されている。飼料展示室にはウミガメや鳥類の剥製、サンゴや海類の標本、魚老具等の民具、 中本海岸に漂着した H、E やロケットの衛星フェアリング等が展示されている。また、資料展示室に隣接した屋外では、クジャクが飼育、展示されている。生物飼育室では、ウミガメ、ウツボヤ、ミノカサゴ等のサンゴショウの魚類、先島ハブ、ヤシガニ等の八重山諸島で見られる生物が飼育、展示されている。さらに、 飼育室先の屋外のプールでも大型のウミガメが飼育、展示されている。ありがとうございます。